こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマはやるべきことを見ていきたいと思います。選択カードはこちらから ABC で用意してますので、お好きなカードをお選びください。はい、最近ちょっと現実的なテーマが続いております。何かこう皆さんも成し遂げたいじゃないですけど、何かやらなきゃとかやりたいなって思っていることありませんでしょうかね。はい、そういうことについてちょっと詳しく見ていけたらなと、背中を押せるような、はい、リーディングができたらなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方見ていきたいと思います。やるべきことでね、見ていくんですけど、 Depths may you emerge and go deeper。 はい、深く深く深くということで言われてるんですけれども、何か今やらないとなとか思ってること、やるべきだなって思ってることについて、もっと深く深く取り組んでいかないといけないんじゃないかなっていうことを、言われているのかなと思いますね。だから突き詰めるとか、こだわるとか、そっち系のことをもっと頑張ってくださいという感じのね、はい、ことだと思います。そんな A さんの現状ね、見ていきたいと思います。はい、エンペラー、逆位とフォーギブ。なんかその本当にやらなきゃいけないことに関して、それをちょっと置いておいて、なんかこっちやった方がいいんじゃないかなみたいなことをすぐしてしまう癖があるのかもしれません。で、それをやってても何にもその得れないっていうのも分かっちゃいるみたいな。だからなんて言ったらいいんでしょうかね。陸上のアスリートの人が陸上でそのなんだろう、スランプに入っちゃったりして、もう陸上スランプだからテニス始めますとかって言ったら全然違う話じゃないですか。なんかそうテニスの練習し始めることにしますみたいな。いや、もう陸上でかなりいいとこまで行ってるんだから、急にテニスなんかしたって、そのね、せっかくの脚力使うとこちょっと違うくねみたいな全然違う話になってくるじゃんみたいな。はい、だからその頑張ってる、やらなくちゃいけないことを、その結果が出なくても出るまでやらなくちゃいけないんだよみたいな感じを、まあ自分でも分かっちゃいるんだけど、でもなんかその現実問題って結構そのなんだろうな、すぐなんかまあ一回こっちにしようかなみたいなことしてしまうことが多々あると思うので、だから本当に今自分がこれを突き詰めていきたいなって心では思ってる、頭では分かってるんだけれども、実際それをできてないこととかを、まあもうちょっとそのなんだろうな、許してあげる、なんかその何でもかんでもすぐにもう体に馴染んでできるようになるわけじゃないんですよね。やっぱり慣れ親しんでいかないといけなかったりとか、修行じゃないですけどしていかないといけないので、なんかその辺をこう許していってあげるといいのかなというような感じですよね。なんか現状で見てるのにもうアドバイス的なことになっちゃってるんですけど、まあなんかそういう今お気持ちを持ってらっしゃると思うので、はい、そういう感じで、なんか本当はもっと気楽に自分のやらなきゃいけないことについて向き合っていけたらいいのになっていうふうに思ってるのかなと思いますね。はい、そうなんですよね。でもやっぱりこう世の中的なこととか考えたら、なんかそのね、専門学校に行くとかっていうよりかはさっさと働いちゃってお金貯めた方がいいかなとか思っちゃったりとか、いろいろあると思うんですけど、ちゃんとそのとりあえず突き詰めることが大事だよっていうことを、まずまずということでやるべきで言われてますね。はい、でもっと詳しくね、やるべきこと聞いていきましょう。ハード、本当になんか専門的なじゃないですけれども、それのことだけを考えてやるじゃないけど、修行訓練みたいな、なんかそういう感覚を感じる。突き詰めれば突き詰めるほど自分がその希望に対して、そのこれをやりたいんですっていうことに対してはもう本当に
徹底した方がいいんですよっていうこと、やらなくちゃいけないのみたいな。だからそのとりあえず違うことして、なんかそのいつかたどり着いたらいいなっていう感じにしても、なんか紐づかないっていうのかな、もうそれだけをやらなくちゃいけない人だから、他のことをやってもその自分がやりたいなって思ってることに紐づいてこない。だからいろんな人がいるので、いろんなことをやることによって、その自分の特別な何かが向上していく人もいるんですけど、本当にもうなんかこう天才肌っていうのかな、もうそれだけを徹底するとか、なんかそういうタイプの方なので、なんかそのこれもやった方がいいのかな、これもこうした方がいいのかなって考えるんじゃなくて、自分はこれをやらなくてはいけないんだ、これしかできることがないんだぐらいの思うことが多分あると思うので、本当にそれだけを徹底するっていうことに努めてほしいかなって感じですよね。で、研ぎ澄まされていけばいくほど、そのなんか不安だったりとかっていうのがなくなっていって、なんか安らげるっていうのかな、なんかこう不安だから自分にはこれしかないのかもっていう今思いがあると思うんですけど、それを突き詰めていけば突き詰めていくほど、あ、本当に僕はこれだけ、これが全てなんだみたいな、このために生まれてきたんだみたいな、逆にそのいい方に変換していけるかなと思うので、ちょっとなんかそういう気持ちのこう持ちようを知っていっていただけたらいいかなっていうことですよね。だからやらなくていいことはやらなくていい方なので、もうやったらやっただけ、そうなんですよ、やらなくていいことを やった方がいいことをやればやるほど積まれていくんですよ、いい感じになるんですよ。はい、なんかまあ周りの人のアドバイスを聞くっていうのも大事なんですけれども、あなたはあなたのやり方があるから、とりあえず突き詰めないといけないっていうことは覚えておいてほしいかなって言われてます。はい、でアドバイスね、もっと良くなるためにね、どうしとくといいのか。はい、本当になんかA さんは自分がこれだって思うことだけをやらなくちゃいけないというか、もうそれで成功する方なんですよね。だからまあアーティストじゃないですけれども、幼少期から自分でこういうのをするのが好きだったっていうことをただ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 突き詰めていけば、そのまま成功できちゃう人みたいな感じですよね。でもそういう性質を持ってる方でも、まあ周りの状況や環境によってそれをさせてもらえなかったような人もいるわけじゃないですか。で、今このご覧になってくださってる方、多分そういう方が大多数だと思うんですよ。いろんなこう影響によりなかなか自分の思うようにできなかったみたいな。で、いざでき、何でも自分でね、できるようになったよって時に、どうしたらいいのかわかんないよ、みたいな、はい、感じになってると思うんですけど、本当にその幼少期の頃を思い出すじゃないですけれども、なんかそんな感じで、自分はこれが得意なんだとか、これでやっていくんだ、みたいなのがあったようなこと、本当になんか得意だったこととか、特別だなってなんか感じるようなことを、やってください。はい。で、なんだろうな、世の中で生きていくために必要だからといって、いただいた価値観とか、エゴみたいなものは、なんかこうであるべきだみたいなことに、私たちは世の中で生きていくのに守られて、過ごしていくわけなんですよ。その常識とかモラルが持ってるから、そのいろんな人たちと、その、無駄な衝突もなく過ごせるようになってるわけなんですけど、それが、あなたが本来の力を発揮するのに邪魔になってしまったものがあると思うんですよね。だからそういうものは、ちょっとこうリサイクルじゃないですけど、リリース、戻していく。今まで使わせてもらってたけど、もうちょっと必要なくなったので、ありがとうございました。お返しします。みたいな感じで、自分の価値観とかそういうものを、ちょっと手放すっていうか、もう本当にもう処分じゃないですけれども、まあ必要な人に、使ってもらえますようにみたいな感じで戻していただくといいのかなという感じで言われてます。はい、で結果ね見ていきたいと思います。ラブ
本当になんかその自分の情熱、内から秘めてくる、内から溢れ出てくるみたいなものを元にやっていただくと、いいんですよってことなんですよね。そう。でもそれを、愛ゆえに、まあ、ご両親だったり、こう、母なる存在が、あなたに、その、好きだけじゃやっていけないのよ、みたいな、傷ついたりとか、辛い思いをしてほしくないから、こう、先にそういう風にこう教え込んでくれてたみたいな部分もあると思うんですよね。でも、まあ、何も知らない時はね、それで守られてきましたけれども、今これからは、エンさんは自分で自分の足で歩いていく。で、危険なこととか、その自分が傷つくかもしれない。でもそれも踏まえた上で覚悟して、自分はこれをやり遂げていかなくちゃいけないんだみたいなのがあると思うので、はい、本当に変わる時になるので、いつまでもその私はこうだったからみたいなので、なんていうのかな、思うようにできないままじゃなくて、その今までの自分も必要だった、でそれを踏まえた上でもう必要じゃなくなったものは処分して、また新しく必要なものをこう取り入れて、というかもう必要なものはもともと備わってるので、なんかそのだから心配だからって持ってたものを全部手放して、あ、もうこれだけあれば別に大丈夫なんですみたいな感じで歩んでいけるようになるかなと思うので、はい、なんか本当にそのいい感じに、なっていけるかなと思うので、まあまだ怖いとか、そのそんな風にやりたくないって思う間は全然それはそれでいいと思うんですよね。本当に本心から自分はこれでやるって分かってるんだ、もうそれしかないんだみたいな気持ちになったら、もう自然とそうせざるを得なくなっちゃうと思うのでね。はい。だからまあ服の断捨離とかもそうですよね。もう絶対に着ないで分かったら捨てれるじゃないですか。でもなんか着るかもしれない、着たい気もするしみたいな時はね、なかなか処分できなかったりとか、はい、あると思うので、なんかまあそういうちょっとそのタイミングがあるかなとは思うんですけど、どうせ着ないよみたいな持ってても、わ、知ってるでしょみたいな、あなたはあなたのその好きな服しか着ないんだから、なんかそういうのをちゃんとその知って、もういらないものは処分して、本当に必要なものだけをこう突き詰める、もう自分はこういうのしか着ないって分かってるんだったら、もうそれしか集めないでいいよねみたいな、はい、そういうことを言われてるかなと思うので、まあ人生のそのこれからの岐路進むべき道はそういう感じで、はい、進めていっていただいて大丈夫ですから、ぜひ頑張ってみてくださいという感じで、はい、言われてます。以上が絵を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。バランスですね。本日のテーマはやるべきことで見ていきます。はい。バランスを持つ、整えるというか、まあ、こう、均衡が保てるような感じ。B さんにとっての、こう、平和、平穏みたいなのが、今、必要なことでありますということで言われてるので、はい。そんな B さんの現状を見ていきたいと思います。はい。はい。ジャスティスとビギン。本当になんかバランスを保っているところなんですよね。なんか、いろいろと考えることあるじゃないですか、人生って。もっとこうしたいとか、もっとこうでありたいとか、そういうのもあるし、こうな、なんか、いろいろ思うことはある中で、実際にその本当に現実と理想が、ちょうどいいぐらいの、その、天秤が保てるような、感情に、しているっていうのかな。だから気持ちが大きすぎるだけでも空回りしちゃうし、かといって気持ちがないのに体が動いたって、また、おかしくなりますしね。そういう感じで、自分にとって本当に正しい位置というか、正しいバランスを、今、
はい、整えていらっしゃる感じなのかなと思いますね。で、そういうその自分の心の平穏とか、まあエネルギーの平穏が保たれたことによって、新たな扉が開いて、新たな道筋が見えたみたいな。なんかこう、ああでもない、こうでもない、ああしなきゃ、こうしなきゃ、いろいろあーって思ってる時は、全然気づかなかったんだけれども、実際その、なんていうの、落ち着いて、はあ、自分は本当はどっちに行きたいんだろうって思った時に、あれ、これ、道じゃんみたいな。今まではなんかその、まあ、草むらとかじゃないですけど隠れてて気づかなかったけれども、もう右か左かしかなかったんだけれども、あれこれちょっと草を分ければまっすぐに道があるじゃんみたいな、はい、なんかそういう感じでちょっと今新たなルートというか、絶対ないでしょって思ってた選択肢が浮かび上がってきてる感じなのかなと思います。はい、そうなんですね。で、そんな B さんのやるべきことをね、見ていきたいと思います。シャリオット逆位置とでサイド、なんかそうですね、覚悟を決めなくてはいけないっていうのかな、なんかがむしゃらに進めばいいってことじゃなくなってきたんですよみたいな感じですね。多分その今まであっち行ったりこっち行ったりわー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 みたいな、結構こう激しめな活動をされてた、なんか激しく動いてた、なんかすごくこうああでもないこうでもないとかっていうのをしてたタイプかなと思うんですけど、そんなあなたがまあそうやって今回落ち着いたこと、なんかバランスを保つことをしてみて、ゆっくりしてみて、そしたら新しい道が開けたって分かったのであれば、そうやってそのなんかがむしゃらにこうスピードを上げて何でもかんでもブンブン飛ばしていけばなんとかなるっていうことじゃないっていうことを分かったと思いますから、じゃあこれからどうするか、しっかりなんか決断というか覚悟というか決めることできるんじゃないかなっていうことを言われてるんですね。うん、そう、なんかここから先はなんて言ったらいいのかな、今まではずっと車とかでなんか80キロとか出してブーンって行っても大丈夫なぐらい舗装された道だった、でもその道だと思わなかったような道があなたの進むべき道だって思ったら、こっからまた同じように80キロでなんかそのだから木々が生えた細道を80キロで走るわけにはいかないじゃないですか、みたいな感じで、ちょっとこれから進むべき道はゆっくりと慎重に、道もガタガタなんですよ、舗装されてなくて、なんか誰かが通った跡はあるけど、道なのは確かなんだけれども、なんかその誰も通ったことがないであろうというか、まあ自分が見たことないようなルートっていうのが安定してないルートか、なんかこう不安定っていうか、なんか大丈夫なのかなって思うようなルートに入っていくんですよね。でも好奇心というか、本当にこのまま進んでっていいなと思いながらも、道はあるしこのまま進んでいこうかみたいな、なんかそういう感じに進んでいくべきなのかなと思うので、まあなんかそこを安心安全に恐る恐る行くことによって、まあこうトラブルには発展することなく、はい、ちゃんとたどり着けるかなっていう感じですね。なんかマリオカートじゃないですけどショートカットみたいな道かもしれませんし、まあ B さん自身がみんなと違うルートをずっと進むべきだと思っていたのに、頑張って頑張ってその道はこっちかこっちかしかないんだから、私はどっちかわからないから両方行ってみようみたいな感じで、あっち行ったりこっち行ったりみたいなんで、いろいろちょっとすごい疲れることがあったりとかあったかもしれないんですけど、このなんか分かりづらい道があなたの本当に進むべき道で、ゆっくり進んでってもいいんですよ、あなたしか進まない道なのだからみたいな、で、その先があとどれぐらいっていうのを舗装された道だったら、ちゃんとね
あとどのぐらいって教えてくれるんですけど、ないじゃないですか、そういう山道とかってね。みたいな、そんな感じで、自分で確かめないといけないから、どのぐらいかはわからないけど、必ずあなたの、あなたが喜ぶっていう、ね、自分が、これを求めてたんだみたいなところにたどり着くのは、わかる。もう絶対にそうだろうから、あっち行ったりこっち行ったりしても納得いかなかったあなたが、この道を行って納得しないわけがないみたいな、なんかはい、そういう感じですかね。なので、ちょっと、難しいルートを進まないといけないっていうのはあると思うんですけど、はい。もうそういうタイプなのかなと思います。はい。前例がないとこを進んでいかなくちゃいけない方なんですよね。で、アドバイスね、見ていきます。はい、いいカードですね、イルカちゃんが。本当にね、楽しまなくちゃいけない方なんですよ。その進んでいる道中が楽しいのか楽しくないのか、今楽しいのか楽しくないのかっていうのをすごく大事にしなきゃいけなくて、なんか我慢しててもどうせ後で爆発するっていうの知ってるよねみたいな、多分ちょっとそういうことがあったんじゃないですか。なんか崩壊が始まってきたから、このままじゃやばいと思って、そういう自分の正しい位置を、考えるようになったんじゃないかなと思うんですね。今までずっとなんとかなるってやってきてたけど、あ、このままじゃなんとかならないから、ちゃんと見つめ直さないとみたいなね、はい、感じだったと思うんですけど、そう、見つめ直して原因が多分見つかってるはずなんですよね。自分はただそれを求めているんだみたいなことがあったりとか、なんかもう絶対にこれはダメだとか、まあ良くも悪くもどっちかなんかわかんないですけど、いろいろ出てきてると思うんですね。それをしっかりと尊重しないと本当にダメだよみたいな、難しく考えたりとか、その場しのぎだったりとか、とりあえずいい風にとかっていう風にやっても良くなくて、ただただあなたが楽しく、気楽に、進んでいけるっていうことが何よりも大事かなと思うので、そう、なんて言ったらいいのかな、仕事をむちゃくちゃバリバリ頑張る、正社員でサラリーマンでとか、みんながやってきたこと、普通って言ったらいいの、平凡って言ったらいいのかな、平凡を求めているんだけれども、その世の中的な平凡とか当たり前っていうのは多分 B さんには合わないと思うんですよね。だから自分にとっての平凡を、作らないといけない、ので、それを知ってくださいねって感じですかね。そう。だから今、世の中的なことを積み上げてきてますけど、なんかすごく脆いというか、だからまあ会社の人との関係とかも結構浅かったりとか、なんか自分がちょっとでもサボったりしたらすぐ悪口言われたりじゃないけど、なんか危うい感じの状況があったりするかなと思うんですよね。でも本来の自分の進むべきルートに入ったら、なんか自分がやりたいようにしたいように好きなことしてても、あ、いいじゃんそれみたいな、今サボってんのもいいねみたいなそういう息抜きも大事だよねみたいな、なんかそういう感じになるので、そう、なんか張り詰めてるというか、なんか脆い何かっていうのがあるんだったら、それは本当にあなたにはなんか必要なものじゃなくて、本当に必要なことをしていれば、なんかそうやって壊れたりすることがないはずだから、ちょっと感じ取ってほしいかなということです。はい、結果見ていきます。はい、上位が出てます。なんかね、 B さんは自分が本当に心から楽しんだりとか、心から輝いたりとか、自分が本当に自分として素晴らしい存在になった暁には、ファンができるというのかな、本当にあなたを
その遂行するじゃなきゃ信頼する、あ本当にあの B さんはすごいです、自分のやりたいこととか好きなことをやってやり遂げててすごいですみたいな、でもあの自分からしたら、いやただ好きなことをやってるだけで、あの時のそのなんかいろいろ張り詰めた時から考えたら全然もう最高よみたいな、ただ楽死んでるだけなんよ今はみたいな、なんかそういう感じになっていける方なのかなと思うので、そうやるべきことを間違えないでっていう感じですかね。なんか本当に、周りに 愛されるっていうか信頼される、なんかね、だからアイドル気質の人とかそのはアイドルになったらめちゃくちゃその愛されると思うんですよね。そういう愛嬌があったりとか、なんかちょっとこうドジなところとかも素敵だねみたいな、それもなんかいい味というかみたいだねってなるんですけど、なんかそういう人が、普通の会社でね働くってなったら、やっぱ周りからその同僚からするとなんかその愛嬌だけでなんとかやっていこうと思うなよお前はみたいなとかじゃないけど、なんか急にその白い目で見られたり、だからそのすごい気を使っていろんなことしなきゃいけなくなったりとかっていうのはなりがちな方かなと思うので、はい、なんかそう本当に自分が楽しめる状況環境にとりあえず行きさえすれば、あなたハッピー幸せもうなんかねみんなにね崇められるようなね存在な、そんな素質を持ってるんで、もったいないからぜひそういう風にやってくださいって感じですね。まあなんかその辺も今見えてきてると思うので、その見えたやつをちょっと徹底した方がマジでいいですよっていうことを言われてるので、ぜひ参考にしてみてください。以上が B を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは C を選んでいただいた方見ていきたいと思います。本日のテーマやるべきことでね見ていきます。キュリオスが出ております。はい、なんか奇妙なことをやるべきなんですね C さんはなんかちょっと巧妙なというかね、なんか変な、なんか好奇心が溢れるような、なんか、普通じゃないみたいなことをやるべきな方なんだということで言われておりますね。特殊型でございます。はい、でそんな C さんの現状を見ていきましょう。ヘルドってなんだ。開催、開催ですか。そうですね、なんかね自分祭り開催してますなんかねそのもう誰も私に構うなみたいな、なんかなんだろうな、ハッピーな開催じゃないですよね。なんかねもう一人で宴みたいな、なんて言ったらいいんですかねこれは。もう私は私の好きなようにしたいから、誰もなんか言ってくるなよみたいな感じじゃないですけれども、まあ誰も何も言ってきてないんだけれども、やっぱり世間の目とか、まあその当たり前とか常識とかいろいろあるから、なんかそういうのを先に自分で防衛してるって感じかな。まあ私はこういう自分のやりたいことだけをやる祭りしてるから、あなたたちそんな私になんか言っても無駄なの分かるわよねみたいな感じじゃないですけれども、本当になんかすごくザ我が道を行くみたいな方なんですよね。そうだからちょっとまあアドバイスしてくれんのはいいけど聞きませんからみたいなはい、ちょっとそういうメンタル、はい、かなと思います。すごくいいです。はい、気楽に行きたいんですよ。もう本当にもう何も言わなくていいから、私はこれでいいんだからみたいな感じの、はい、現状ですかね。でそんな C さんのやるべきこと見ていきましょう。はい、コンパッション、はい、思いやり、そうですね、本当にいい状況なんですよ今の。その私は私らしく
やっていくんだぜっていうのはすごくいいことなんですけれども、もうちょっと思いやりをやっぱ持ってほしいのかなというか、なんて言ったらいいのかな、ちょっと凝り固まってるとこがあるのかなって感じですかね。なんかだから、上司とか 社長とか、まあ会社の上の人が、いやうちの会社はこのやり方なのでみたいな、なんか言っても、これ今こうやってやった方がなんか便利じゃないですかとか、なんかこれってこうした方がいいんじゃないですかとかって言われても、いやうちはこのやり方なのでみたいな感じがちょっと C さんの今の現状であるかなと思うので、それをなんかもっと本当に良くなっていくためにじゃないけど、もっと柔軟にというか、なんだろうな、自分がもっと繁栄するとか発展するとかいい風になるためにであれば、ちょっと柔軟にというか、いろいろ取り入れていく、素直になってみるっていうのは大事かなと思いますね。そう、なんか思いやりを持っていろいろ取り組んでいくことが必要なのかなと思うので、いや俺はこうだからみたいなので、私は絶対にこうなので、もうこういうふうに決めてるからこうだからっていうので、もうそれで完結しちゃうんじゃなくって、私はそうなんですって大前提で、もちろんもうそれはもう絶対に揺るがないんだけれども、あなるほどそういう意見もあるのね、ふうみたいな、なんかちょっとそういうね感じも必要かなということで、まあ思いやりですよね。思いやりがあったら、なんかこう意見を言われても、あ、 ありがとうございます、そういう意見も頂戴いたしますみたいな、なんかその別にわざわざ相手を傷つけるようなことしなくてもうしないようにっていうのかな、なんかこっちが傷つくの嫌だから、もうシャッターガラガラみたいな感じで、もういいですみたいな、私はこうなんでってしてしまうんですけど、そうやってすると相手もまた傷ついちゃうことがあるので、まあ嫌ですけどね、そのなんか言われたくないこと言われたりするのってすごく嫌だと思うんですけど、なんかそういうそのやりとりも何かまあ大事な何かがあるかなと思うので、そういう嫌なことをされても思いやりで返すみたいなんじゃないけど、本当に思いやりを大前提で、過ごしていただきたいということを、言われておりますね。なんか上に立つ人みたいな感じなんですよ。Cさんは上に立つとか、なんか人を導いていくとか、なんかそういうタイプかなと思うので、なんか凝り固まっちゃうと、せっかく素晴らしい、こうカリスマ性が、こう光がよどんでしまうので、いろんなこう方面から見て、自分自身を見てみてみたいな感じですよね。もう傷つかないように自分のその生身の部分はしっかりバリアしとかないといけないけど、でも相手のその全てをなんかこう否定したりとかっていうのをしちゃうと、相手を攻撃することになるので、ってなってくるとまたその攻撃が自分に跳ね返ってくるっていうことになったりするから、ちょっとその辺のね検討をしっかりしないとなんだよねみたいなの言われてるので、難しいですけどね、言われてます。アドバイスね、もっと良くなるためにしておくということを聞いていきましょう。ね、プレイが出てるんで、なんかね、本当に楽しく遊ぶようにっていうのかな、ゲーム感覚じゃないけど、なんかその防御に全振り してしまったら、まあ、敵に殺されることはないけど、敵を倒すことができないからストーリーが進まないみたいななんかそういう感じになってしまうので、まあやっぱ何事もその進めていくっていう気持ちっていうのは大事だと思うんで、なんかそういうその先に進みたいとか、自分は将来こういう風になりたいとか、なんかその進むみたいな気持ちをもうちょっと恐れすぎてなんか考えるのやめるとか、もう全てからバリアを持ってみたいなのするんじゃなくって、望んでいく
大変だとか辛いとか怖いとかいろんなことあるっていうのは分かってるけど、それでも自分はこうしたいんだよねとか、こういう風なの興味あるんだよねとかっていうことを、はい、もっと楽しく取り組んでいただければいいかなという感じですよね。まあなんか好きなファッションするとかっていうのが結構ありがちなことだったりするんですけど、なんかまあ街中でねそういう格好してたらやっぱこうなかなかそういう風に見られちゃうわけじゃないですか。派手だったりとか、なんか人と違う格好してたらわーって見られちゃうので、なんかそれをされるとすごい傷ついたりするから、やってなかった。でいざやるってなった時になんかもう自己防衛のために私はこういうのしかもう認めないからみたいなんで、なんかその何かを可愛いねとかなんか褒めてもらうみたいな一言を言ってくれようとしてるのに、もう絶対にこの人は私を批判するだろうって思ってたりとかすると、あもう話しかけないでくださいみたいなほっといてくださいみたいな感じになっちゃったりとかで、ありゃーみたいな、なんかその変な感じになったりするので、あまり恐れすぎずに、自分は周りにこういう風に思われたいとかこういう風に見られたいとかいろいろそういう風にこう前向きに前に進むみたいなのをすごいこう、アドバイスとして言われてるかなと思いますね。で多分仲間がいるというか、本当にその自分がこうでありたいみたいなのがあるんだったら、それで仲間ができてくるので、まあなんかその心配する必要もあんまりないかなって感じですね。そう、今はこれからの時代 C さんが生きやすくなっていくので、そういう人はより一層自分らしくやってった方がいいからみたいな感じで、はい、なんかその変な気持ちを持っちゃうといろいろこじれてきちゃうから、全然素直に、もう素直に、はい、もう本当にって感じですね。結果見ていきたいと思います。はい、本当にもう自分がいいと思うことを徹底する、なんかこう私はこういうのが大好きなんですっていうこととか、楽しいって思うこととか、食べたいものをいっぱい食べる、わ自分これしてるとすごい贅沢だなって思うことをたくさん取り入れていく、なんかわざわざその気分が落ちることとかこうした方がいいだろうとかっていうの妥協みたいなことをするんではなくて、一つ一つをそうやってその自分が満たされるっていうことをしていってもらえたら本当に満たされていくし、まあ、欲しいものしか望まなければ欲しいものしか手に入らないわけじゃないですか。今だからそういうその、まあ、服の話で言うとこういう服着た方がいいんだろうなって集めちゃうから、その自分が着たいのと違う服がね家にあったりとかで、なんか着る服ないってなっちゃったりとかあると思うんで、本当になんかその自分が絶対にこれがいいんだっていうのがあれば、それだけをこう手に入れていくようにすることによって、本当になんか変な気持ち悪さがなくなるっていうか、本当にただただ私最高みたいなことにつながっていけるので、まあ、自信を持っていくことがあなたのやるべきことなのかなと思うんですよね。はい。で、簡易、なんかね本当に安らぎ楽とか、なんかこうこうしなきゃああしなきゃとかっていうのを考えなければ考えないほどいいんですよ。それをやるべきことっていうことなのかな。あなたは何かしなきゃ、こうでなくちゃ、こうしなきゃとかっていうことをやってはいけないタイプなんですよ。あなたがやるべきなのはいかにのほほんと楽観的に、楽観主義で楽で、あーみたいな、ふわ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 みたいなのをできるか、それをやるべきなんですよ。はい。ね、それを徹底していけば、まあ、人をね、その安らぎを、共有というか、その、分けてあげれるっていうのかな、って感じになっていける人なので、なんか、そういうタイプの人がわざわざ無理して、その、合わせちゃうと、せっかくあなたのその、
特別に持たされたその楽観的でいてもいいっていう性質を、まあ、無駄にしちゃうことになるので、うん、本当に楽でいれば楽でいるほど運気向上というか、なんかもう儲かるし生活も楽になるしみたいな、なんかそういう感じで自分が一番いいと楽だなって、こうでありたいなみたいな、なんか手放しでうまくいくみたいな、そういうことがあなたには一番向いてることなので、そういう性質の人なんですよ。なのでなんか頑張らなきゃとか何かしなきゃって思えば思うほどうまくいかない人なので、はい、ちょっと人に相談してもなんかみたいな言われたりとか、なんかこう変なやつとか中途半端なやつとかちゃんとしてないねとかって思われたりするかもしれないんですけど、なんかね、そうやって言われるの嫌なんだけど、ちゃんとしてなくみんなから見てちゃんとしてない。でも自分はこうしたいと思ってしてるみたいなのがあれば、うまくいくので、なんか信念が大事っていうのかな。うん。あなたは周りから見て奇妙な人なんですよ。もうそういう性質なんですよ。でも、それが、特別なんです。あなたに与えられた宿命というか使命というか、はい。そうでなくちゃいけない人なので、まあ自分が、そういうものですって名乗れるまでは周りからね影響を受けて、いや自分は違うかも、自分はこうなりたいのかもとかっていろいろ試したりすることはあると思うんですけど、まあこれを見てくださった方はまあ気づいていらっしゃると思うので、なんか難しいとかトラブルに発展するような感じでやるんではなくて、もう本当に徹底しちゃった方がいいですよっていうこと、本当にあなたそういう人だからっていうので、はい、言われてるので、何かね参考にしていただければと思います。はい、以上が詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録や高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。